ランニング筋トレ、3つの筋肉に刺激を入れていきます。腸腰筋、膝を引き上げる筋肉、内転筋、膝の内側の筋肉、中殿筋、お尻の上の筋肉です。この3つに刺激を入れていくんですけど、この3つは普通にジョギングをしているだけだとなかなか刺激が入りません。なので筋トレで刺激を入れていく必要があります。この筋トレを行うことで大きい筋肉しか使っていないところを補助してあげることができるので、走ってランニングで足が太くなるとかそういうことを防ぐことができます。すごく地味なトレーニングなんですけど、これを行うことで20分ぐらい、フルマラソンで20分ぐらいタイムが縮まると思ってやってください。はい、腸腰筋の筋トレ1種目目、腸腰筋ここにあるんですけど、足を引き上げる筋肉ですね。ここに刺激を入れていきたいと思います。まずゆっくり足を上げてください。ふらつかないようにどっか支えがあるとですね、一番ゆっくり上げられる一番高いところが基準位置です。この位置より下げないように上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 げていきます。はい、この位置一番下です。10回いきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、戻します。はい、はい、内転筋の補強運動を行いましょう。内転筋に刺激を入れていきます。内転筋の1種目目です。まず立ってる位置、立ってる位置より足内側に持っていきます。はい、この位置が基準位置です。ちょっと少し支えましょう。この位置から内側に内側に内側に入れていきます。10回いきましょう。はい、足上げます。ここより外側に逃げないように、この位置より内側に内側に持っていきます。では10回行いましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、戻します。はい、中殿筋、お尻の上の筋肉ですね。お尻の上の筋肉の刺激を入れていきましょう。お尻の上の筋肉を刺激を入れるときは、足、体より少し後ろに足を振っていきます。そのときにかかと外側に、若干内股になる感じでかかとを外側に向けてやりましょう。では足を上げてください。体のラインより少し後ろ側でいきます。かかと外側に向けて、はい、少し支えてください。では10回いきましょう。硬くなっているか確認しながら、自分で触りながらいくと分かりやすいと思います。では10回いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、戻りましょう。はい、腸腰筋の補強運動2種目目いきましょう。腸腰筋は足を上げる筋肉なので、足を上げていきます。足を一度上げてください。はい、90度より上、ここですね、90度より上に引き上げるようにしてください。はい、その場で足踏みをします。一度やってみましょう。はい、そうですね、90度、常に90度より上に行くようにします。その時注意しないといけないポイント、一度足を上げてみてください。足首の力は抜きます。とにかく意識するのは腸腰筋だけです。腸腰筋を使って引き上げる引き上げる引き上げる、その場で足踏みを行います。ポイント、体後ろに反らないように体はまっすぐの状態で行いましょう。では1分間いきましょう。はい、いきましょう。用意、はい、できるだけ高く高く、足首の力は抜きながらいきます。はい、内転筋に刺激を入れていきます。内転筋2種目目です。内転筋は大股で歩くときに使います。ポイント、大股で歩くときに外側に足が出ないように、1本のラインを歩くイメージでいきましょう。では
5歩行きます。行きましょう。5目、はい、この時に体がしっかりまっすぐ、体が前に倒れないようにまっすぐにします。2歩目に行く時に頭の位置上に高くならないように頭ずっと低い位置で行きます。それでは2歩目行きましょう。はい、3歩目行きます。はい、次行きましょう。はい、中殿筋の補強運動を行っていきましょう。中殿筋2種目目です。中殿筋、お尻の上の筋肉ですね。お尻の上の筋肉は横に飛ぶことで刺激を入れられます。横に大きく6回飛びましょう。その後に小刻みに10回で、ポイントはしっかりお尻の上が硬くなっていることを手で確認しながら、触りながらやりましょう。できるだけ遠くに飛んでいきます。では6回いきましょう。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、小刻みに10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。